お世話になります、ヒトリーでございます。ソードで鎧のことをプレイすると、ストーリーでクララとの対戦時にクララは毒菱をまくという卑劣極まりない愚行をしますよね。で、巨大マックスアーマーガーというポケモンがいますが、このポケモンの巨大風撃という技はリフレクターや巻き菱の効果をなくすことができて、毒菱も無効化することができるんです。となると、この巨大風撃で毒菱を吹っ飛ばしたくなりますよね。毒菱は一応イベントみたいなものなので、そもそも無効化できるのでしょうか。無効化できたとしたら、クララはもう一度撒くのでしょうか、それとも特別なセリフを言うのでしょうか、という趣旨のコメントをいただき、私は気になって眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はクララが撒いた毒菱の状況で巨大風撃をしたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、また新たなデータでね進めましたので、ここで大スープをねまず飲ませて、巨大マックスアーマーガーを作っていきたいと思います。こいつですね、飲ませていきましょう。巨大マックスナルスよ、3個使って大スープを作るすよ、お願いしますとよ。いや、こんな使い方したの初めてだわ。とりあえずこれで巨大マックスアーマーガーが完成と。これストーリー進めるまでも間違ってシールドでやっちゃったりとか、いろいろトラブルあったんですよね。まあこれで何回目のストーリー進めるのかわかんないですけど、まあとりあえずねやっていきたいと思います。こっからクララの対戦ですので、あと話しかけていくだけですね。はい、先に行ってなさい。あんたは毒菱撒く準備でもしときなさい。あんたはしょうもない。シリチンが来てからあの子変わったね。変わって毒菱撒くようになったのか、もしかして。それだったらお前ひどいぞ、それは。はい、じゃあ行きますよ、こいつと戦っていきましょう。頑張るっす。こんな応援してる中よく毒菱撒けるよなっていう話なんですよね。本当に真面目に卑怯にも程があるんだよっていう感じですよね。あ光りましたねお前ずるいから、普通に師匠の目の前で毒菱撒いてくるからねありえないよマジで。私の本気出し切る正々堂々勝負だよ。嘘だろお前。ところでバトルコードに毒菱が落ちてるから気をつけてねお前ずるいんだよマジで。何回言わせんだよこれを。はい、で巨大マックスで巨大風撃、これは巨大マックスアーマーガーが繰り出す飛行タイプの攻撃、リフレクターや光の壁を消し去るという技でございます。これやっていきましょう。初手でねやっていくとどうなんだろう。大スープもこのためにあったと考えればね、なかなか都合がいいんじゃないでしょうか。巨大風撃来ました、どうなるか。果たしてオッケー、効果抜群の技入っていく。それなんつー、あ、でもこれあれか、うちの采配ミスでも粘って踏ん張ってって言われただけ。ちょっと待って待って、あ、毒節が消え去った。あ、これだけ、え、待って待って、これだけでなんか起こんない、こっから。あ、消え去るだけ、え、それだけで何もない、え、何もないんだ、普通に行くんだこのまま。なんだよおい。一応もう一回ここでじゃあ巨大風撃やってみましょうか、どうなるのかな。巨大風撃、はい、やっていく。そしたら別に、あ、もう何もないんだ、やっぱり毒菱ちゃんと消えてるってことですね。特に何のセリフもなく終わるという微妙な感じでございましたと。で、これラビフットどうなんだろう。はい、ここでラビフット出したら毒菱かかったりするかな、しないかな、ちゃんと。あー、ちゃんと消えてますね。だから正式に消えてるという感じでございました。はい、クララを倒していきますと、これでなんか言わないかな、何も言わないですね。なんだよ、何進化しとんねん。ズルがバレたらどうせ道場から追い出されちゃうし、全然変わんないっすね、吹き飛ばしても。はっきり言ってこっち吹き飛ばしたんだから、ある意味主人公これイケメンですよね。巨大風撃をやることで毒節を吹っ飛ばして、クララがズルしてないような感じで演出させると、そういう意味で新たなストーリーにはなったんじゃないでしょうかね。ということで検証結果、クララが撒いた毒菱の状況で巨大風撃をしたら、ただ毒菱が吹っ飛ぶだけでした。実際毒菱はイベントみたいなものですし、しかもこのクララのイベントの前にちょうど大スープのイベントがあって、ここでちょうどポケモンを巨大マックス化することができるので、ワンチャンね巨大風撃で何かあってもおかしくないような状況ではあったと思うんですけど、ダメでしたね。でも実際ここで巨大風撃やれば毒菱の影響を無視して戦えるので、なかなかいい攻略法ではあるんじゃないでしょうか。ただ一つ思ったんですけど、巨大風撃で毒菱を飛ばすことによってクララの毒菱を無視するみたいなもんですから、お前はズルなんかしてない、せいぜい堂々勝負しようみたいな熱い展開を自ら作り上げることができるので、もしかしたらゲームフリークは私たちの想像力で私たちの頭の中に新しいセリフを作って楽しんでくださいと伝えたかったのかもしれませんね。